はい、えー、皆さんこんばんは100円ですさあ今日はですね我がお菓子チャンネルで初のポテトチップスのレビューになりますもうデカすぎてね入んないですよカメラの枠にね今までもね何回かポテトチップスを買ってきてあのレビューしようと思ってたんですけどレビューする前に食べちゃうっていう事態がまあ起きましてね今回はあの買ってきて素早くレビューしようと思ってすぐやってます まあそんな中、あの定番のね、ポテトチップスをやってもまあ面白くないなということで、お店を歩いていたらですね、こんなの見つけちゃいました。ケチャップ味のポテトチップス。これ、日本にいるとき、こんなのね、聞いたことないんですよ。アメリカでもケチャップ味のポテトチップスって聞いたことないんですけど、ありますかね、日本に。どうなんすかね。まあ、ケチャップ好きな人結構いるじゃないですか。 僕も嫌いじゃないんですけどポテトチップスのケチャップ味ってそのまんまのケチャップの味がするのかちょっと工夫加えてるのかっていうのねそこら辺もちょっと楽しみなんですけど結構でかいですよ袋パン,パンパンパンで袋入ってますねなんか結構入ってる感じするんですよねこの文字がちょっと気になるところですけど でも甘い皆さんがよく知っているケチャップの味が中に詰まってますみたいなことが書いてあります <laughs> そうですかさあとても気になるニュートリションファクトいきましょうかねちょっと下がりますカメラ気になると思うんですよねニュートリションファクトどんなもんなんだろうなまずまずですねえー カメラこれはオートズームやめた方がいいな手動でやろう、えー、1袋につき、まあ、9人食えますよとカロリーは、えー、1人につき150カロリー、まあ、これ9かけるんで、まあ、1000カロリー超えてますね1袋で、えーえー、とファット、まあ、脂肪が14%、えー、コレステロール0%ですね塩分が11%なんでもうこれ1袋食ったら もう100%近くいきますね。99%になりますね。9人分なんで。まあ、塩分はもう取れねえと。えー、ポタシウムが7%。えーまあ、炭水化物5%。うーん。まあもう率直に言うと体には良くないですよ。まあ、アメリカのポテトチップスはね、あんまり良くないです。体にね。じゃあ、早速あげましょう。開封。 来たダーンうーんどうでしょうかね色的にはとても綺麗な辛そうなね色してますけどいただきますうんあうめえこれ <laughs> うん、あこれうまいわ。あのね、あのですね、えっ、ー、と、野球チップスみたいなのあるじゃないですか、駄菓子で。チップスは、なんかね、あんなような味がするんですよ。なんですけど、ちょっと酸っぱい。なんですけど、 トトマトの味がしますねうん野球チップスにちょっと似てる似てますで酸っぱめのちょっと甘いトマトの味がしますねあ思ってたより全然美味しいですわいつもあのバーベキュー味のポテトチップス食べてるんですけどうんこれはうまいこれ日本に売ってないだろうな 売ってんのかなケチャップ味のポテトチップス。全然ね、あの、ポテトチップスにただケチャップつけて食べたような味になるのかなって思ったら、全くそんなことなくて、美味しいですね。うん。これはね、えっ、ー、と、2ドルでした。だから日本円で200円ぐらいですかね。評価はね、10中7ぐらい上げてもいいですね。はい。 まあ美味しい美味しいって5言ってましたけどまあそれでも7なのかって突っ込まれそうなんですけどまあ自分結構ポテトチップス食べるんで辛口になっちゃうとこあると思うんですけどそれでも7って結構高いと思いますねはいということでえー、ポテトチップスケチャップ味評価7でお願いします